ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ツッキーです。やってまいりました。2人でミニの紹介っていう、はいはい、で今回もついつい、はい、ミニを選びがち。そうですね、はい、すいません、はい、もう完全解説できるんで、はいはい、そして今回ご紹介するお車がこちら、2017年式のミニクーパー S コンバーチブル、はい、いわゆる F57 でございます。ですね、はい、ちょっとじゃあ外観から、はい、見ていきましょうか。いきましょう。で外観も定番のペッパーホワイト、はい、一番人気ですよね。そうですね、はいはい、ちょっとクリーム色の、はい、ちょっと黄色みかかったというか、はい、白いボディと、であと今回の車いわゆる前期型ということで、はい、ヘッドライトも前期のヘッドライト、はい、ただ後期になってあんまりデザインの衣装変わってないんですよね。そうですね、はい、まあぐるっと一周。そうですよね、デイライトをこうつながったのと、はいはい、あとウィンカーも、あ、そうですね、内蔵されてるタイプになってる、はい、でプロジェクターの形がちょっと変わってるぐらいなんで、まあ、そんなにこうガラッと変わったっていう感じじゃないんで、うん、はい、でこの車後ろから見れば、あ、そうですね、はい、ちょっとこの後は、はい、そしてカスタムのポイントとしてはこの辺が、はい、白いボディ同色の、ね、はい、カバーがツイスタイヤとか、はい、で S もまあ黒く潰して、はいはい、本来はこれ赤ですよ ね、 そうですね、メッキに赤なんですけど、まあ、ちょっと目立たせなくするために、はい、まあ、黒くなってると、こうすっきりさせる感じで、はい、こんな感じでございます。で目玉が、はい、こちらでございます。はい、なんとロティフォームの鍛造ホイール、はいはい、HURT かな、はい、そうですね、18インチが装着されています。はい、月村さん、このホイール1本いくらするか知ってますか。1本20万ぐらいですか。24万円税抜きです。はい、素晴らしい。なんでもう足元ホイールだけで、まあ、大体100万円ぐらいかかっちゃってるっていう、はい、そんなホイールが装着されてます。はい、でボルトもちゃんとチタンのボルトになってて、あとは手出すのブレーキも、そうですね、入ってるんで、はい、汚れる心配もないと。はい、でミルシュタインで車高も程よく、はい、はい、ミルシュタインの車高調なんで乗り心地もすごくいいんですよね、うん、はい、でよくミルシュタインの車高調って、特にミルシュタイン、あの走りに振ってる車高調が多いんで、まあ、結構固めの乗り味だったりだとか、まあ、どうしてもニュールブルクリンクとかでこうセッティングしてるんで、まあ、ちょっと高速時にしっかり動くような足回りが多いんですけど、この B14 に関しては、特にミニ用に関しては国内でセッティングと製造が行われてるんで、まあ、日本の道路事情に合ってて非常に乗り心地がいいっていう、はい、そんな車高調がついてます。で車高調なんでもちろん上げたり下げたりとかっていうのはもう納車時も言ってもらえばできますよね。そうですね、はい、ただまあもう今ちょうどいい、そうですね、まあ、フロント気持ち下げてもいいかもしれないですけど、ね、そうですね、はいはい、まあ、高すぎず低すぎずちょうどいい感じになってますんで、うんうん、まあ、微調整はあの月村さんに言っていただければ、はい、できますんで、はい、そして見ていくと、まあ中は後で、そうですね、はい、あとは何といってもこうカブレオレはこの開放感ですよね。そうですね、はいはい、個体数も少ないですよね、やっぱり、うん、少ないです、はい、だから市場価値も落ちにくいですよね。落ちにくい、はい、だから普通の3ドアに比べて圧倒的に値段やっぱりカブレオレの方が高いですよね、うん、はい、フォーシーターでコンバーチブルで電動ホロでってなっていくと、はいはいはい、もうおのずとこれになってくる。はいはいはい、ちょっとフォーシーターっていうにはちょっといやいやいや、あるだけで本当ですか、はい、ちょっときつめなリアシートですけどね、はい、だからまあ今後残っていく価格が残っていく車っていうことでもおすすめですよね。そうですね、はい、はい、だと僕個人的にはカブリオレすごくおすすめしたいのは装備が結構カブリオレって充実してるんですよね、うん、はい、だからこの後紹介しますけどシートがそのレザーシート率が高かったりとか、はい、あとはそれに伴ってシートヒーターがついてたりとか、あとこの PDC なんかも標準ですよね。そうですね、そうですよね、はいはい、どうしてもホロを締めた時の後ろの見切りがちょっとやっぱり他の8枠なんかと比べると見切りが若干悪いので、はいはい、まあ、こういったところで補ってるっていうですね、はい、なんで装備が充実してるっていうのもあるんで57、うん、特にこれからの季節、はいはい、非常におすすめでございます。そうですね、はい、で後ろに行くと後ろがこう結構印象が前期型より変わってる感じですけどですね、はい、後期型のユニオンジャックテール、はい、ユニオンジャックのテールランプがついてると、はいはい、これ後で光らせてみる感じで、はいはい、そして意外に僕少ないかなと思ったのはこの同色のトリム、はい、トリムというかガーニッシュ、うん、これメッキが結構みんなですよね、うん、こちらの車はボディ同色になっていると感じです。そうですね、はい、で PDC ついて、はい、バックカメラもはいついてると、はい、標準の方のバックカメラ、そうですね、はい、あとマフラーがなんとレムスと思いきや、思いきや、はい、サイレンサー自体はアムゼックスなんですね、はい
ミニのチューナー、アムゼックスのサイレンサーですね。ただ作ってるのがレムスなんで、うんうんうん、はい、そうですね、まあ、ブランドとしてはあの、まあ、同じブランドで、はい、そして鉄板のついてございます。間違いないブランドということで、はいはい、まあ、レムスは結構バイクのマフラーなんかも作ってるんで、うん、性能だったりも間違いないですね。あとは皆さん気にされる車検に関しても E マークって言ってその車検 OK ですよのマークもついてるんで、はい、まあ、その辺問題ないかなと思います、うん、はい、開けた時のこの感じが、そうですね、もうなんといってもこの唯一無二のこのシルエットと、はい、いいですね、開放感素晴らしいです。このウエストラインを、はい、崩さずしてオープンにしてるっていうのが、あ、そうですね、まあ、ホーローだからできるみたいなところもありますけどね、だいたいここら辺グッと上げてこうしまう収納スペースを作りながらっていうデザインになっちゃうんだけど、ミニ、はいはい、の場合はここちゃんとフラットに、そうですね、もうこのドアモールから上だけこう、はいはい、だ結構そのパーツ動向っていうのも基本的にここから下全部3ドアとこと一緒なんで、うん、はい、その辺のパーツのアフターパーツなんかも結構理由は聞いたりだとか、そうですね、はい、で初代の頃はここら辺にこう、ありましたね、はい、ロールバーみたいのがありましたけど、はい、これすっきり、そうですね、先代モデルからでしたっけ、点灯時はこれドンと出てくるんですか、出てきます、はい、ドンと、はい、お初代は出してみたいダメです、はい、初代はそれをあの消火作る時に取って怒られましたね、そうですね、はい、合成がむちゃくちゃ悪くなってお前らなんてことしてんだぶった切って作ってましたね、はい、ショーカーだっていうのに、はい、ちょっと無理くり20インチ履かせたりしてた車ですね、はいはいはい、懐かしい、はい、そんな感じですね、はい、でもうとにかく車のコンディションが今回めちゃくちゃいいんで、うん、もう多分すぐ売れちゃう感じですよね、そうですね、はい、であのこれ屋根ガレージ保管ではないんですけど屋根下保管なんです、屋根下保管の、はい、でこれなんで僕知ってるかっていうと、実はこれガレージ時代、僕がメカニック時代に担当させていただいたお車なんですよね、はい、なんでも保管状況もそうです、ね、なんとかこうと取りに行かしてもらったりとか、はいはい、カスタマイズも僕が結構触ったところがあるんで、はい、もうコンディションはもう間違いないです、はい、本当そんな車でしょうねこの車は、はい、間違いない、ね、はい、間違いないです、はい、新車で買われて、はい、もうそのままガレージに持ち込まれて、ね、はい、カスタムしてっていう、はい、もうワンオーナー車なので、はいはい、でもう何台か持ってる方だったん で、 そ、 うです、ね、まあ、そんなに距離も伸びてなく、はい、コンディションがすごくいいです、大事に乗られてる車なので、はい、おすすめですね、自信を持っておすすめできる1台です、はい、はい、中行きましょうか、中見ていきますか、はい、まあ、コンフォートアクセスはもちろんついているので、はい、鍵を持ってれば開け閉めできる、で、ね、開け閉めできます、はい、これシートいいですよね、はい、チェッカー柄のシート、ハーフレザーで、はい、これ前期だけですよね、そうですね、はい、ファブリックのところはこうチェック柄で、はい、おしゃれなシート、ちょっとおしゃれな感じ、はい、でカブリューだとやっぱりちょっと濡れちゃう可能性があるから、うん、ハーフレザーとかレザーが多いですよね、そうですね、はい、で今回こちらのシートは、ね、はい、なんとシートヒーターも、シートヒーターもついてます、はい、もちろんやっぱり屋根開くんであればちょっとそこら辺はあったかくしておきたいなっていう、はい、で変わってるところといえば、はい、ステアリングですかね、はい、MON のカーボンステアリングです、ね、カーボンとパンチングレザーのコンビ、はい、はい、もう割と最近定番ですけど、その純正のエアバッグとかあのマルチファンクションとか全部移植できるタイプのハンドル交換が多いですよね、うん、はい、グリップちょっと太めで、そうですね、はい、はい、まあ、握りやすいですね、はい、であとこうよく目を凝らしていくと、はい、スピーカーが変わってるんですよね、コーンが、はい、イエローのコーンが何でしたっけ、これちらっと見えてフォーカルですね、あ、フォーカルか、はい、あれ僕がやったんだっけな、純正のツイッターのツイッターのカバーも純正のカバー使いながら中にもフォーカルのツイッター入ってますね、でアンプなんかもシート下に入ってる、入ってるということで、はい、でシートもこれ、まあ、詳しい人だとあのご存知ですけど、これシートもクーパー屋さんなんでスポーツシートなんですよね、うん、はい、ワンクーパーだとこのサイドの張り出しがちっちゃい、ちっちゃい、はい、そうですね、標準のシートなんですけど、はい、まあ、クーパー S ジョンクーパーに関してはこのサイドサポートがちょっと張り出しが大きいスポーツシートがついてるんで、まあ、ホールド性もかなり高いと、これいいんだよね意外に、はい、いいんですよ、はい、意外にいいんですよね、はい、これ程よくて、はい、はい、それじゃあちょっと乗ってみたいと思います、はい、もうちょっと乗り慣れた感じになっちゃうんですけど、そうだね、はい、ういやもうしっくりきます、はい、まあ、手動ですけど高さ調整と、はい、だとリクライニングとできます、でやっぱりこうスポーツシートここの張り出しが
結構大きいんで、はい、かなりしっかり支えられる感じです。そしてハンドルは先ほどご説明させていただいた通り MOL のカーボンのステアリングになってるんで高級感もあって、まあ、D シェイプなんでこの辺のスペースも結構取れる感じです。はい、でハンドルのチルトとテレスコは手動です。ただまあ調整の幅が結構あるんで結構いろんなポジションでできます。あとワイパーとウインカーと、あと BC ボタンっていうのがこのボードコンピューターの呼び出しボタンがこっちの先についてます。あとマルチファンクションも、まあ、一通りこちらの車ついてますんで、はい、まあ、あとこっちが、クルーズコントロール、はい、ついてございます。であとはどんな感じでしょうか。はい、であとはナビ関係ですね。あれこれ地デジとかついてないんでしょうか。地デジはついてないです。バックカメラだけですか。はい、まあ、クーパー S なんでこのナビゲーションが全部標準でついてると。はい、こんな感じです。で地デジなんかはついてないんでもし必要とされるんであれば後付けでインターフェースを使って取り付けることもできます。はい、あとこの辺が、はい、ミニ意外にこれ使いやすいんですよね、うん、この丸を基調としたデザインのこのエアコン関係だったりだとか、ね、はい、あとこの辺がシートヒーター、はい、とあとアイドリングストップと、あと一応ここに AUX って言って入力ついてるんで、まあ、iPhone とつないだりとかしてオーディオ楽しむことなんかもできます。で USB も1系統ついてます。はい、で前期型なんでモードの切り替えグリーンスポーツがここで切り替えられるようになってます。はい、こんな感じでしょうか。あとここボックスはついてないんですよね、うん、はい、あとグローブボックス、あとコンバーチブルなんでグローブボックス鍵がかかるようになってます。はい、だと僕的にちょっと注目ポイントとしてはこれですよね、はい、これスタディでしたっけ。スタディさんですね、はい、スタディさんのドリンクホルダー、はいはい、意外にこれが買うと高いっていう。高いですね。確か1万円近くするんで、はい、まあ、この辺もちょっとお得なポイントじゃないかなっていう、はい、ちょっとなんかホイールっぽいデザインの、はい、ドリンクホルダー、これ結構人気で出たての頃めちゃくちゃ売れたんですよ。そうなんですよ。そんなのもついてます。これ RK にも付けられますか。これ付けられたと思います。はい、はい、でこれと同じのが汎用品で出てるんですけど、それだとちゃんとつかないんで、うん、はい、ちゃんとミニ用を購入された方が、専用品じゃないと、はい、ね、購入された方がいいと思います。はい、自分もこの車、自分の車につけようかこう悩んだんだけど、はい、高いなと思ってやりましたちょっと高いですよね。だから多分この辺が全部車種用に起こしてるんで、うん、まあ、ちょっと型代で多分高くなっちゃってるんじゃないかなっていう感じです。はい、であとコンバーチブルの、はい、オープンクローズがミニの場合上なんですよ、うん、はい、車両紹介で別の車撮るときに上探したらお前何やってんだって言われたんですけど、はい、それはミニ乗りだからです、はい、あとマップランプだったりもこの辺に全部集中してついてる、ね、まあ、初代からこう続くトグル型のスイッチが、ね、はい、ちょっとクラシカルな感じ、はい、内装こんな感じでしょうか。そうですね、はい、はい、リアシートも言っときますか。はい、言ってきますか、はい、一応ね、はい、でリアシートに関してはもうミニはちょっとおまけ的な、はい、なんて言ってもこうシートを一番下げるとこうなんとシートと後ろのシートと前のシートがくっついちゃうっていう、はい、そんなシートなんでもう本当におまけ的な感じですよね。まあ一応シートポジションによってはよいしょ。そうですね。じゃあ私前で、はい、まあ、なんとか乗れるかなっていう感じです。自分のポジションだとこんぐらいですかね。あ、もう結構きついです、はい、なので後ろに乗せた時はちょっとそうですね。ただまあシートこっちえぐってあるんで、はい、まあ、乗れなくはないです、はい、これでちょうど運転できるかな、ね、自分は、はい、座高の高さマックスの僕が乗ると多分天井もちょっと、うん、大丈夫かな、はい、こんな感じです。ちょっと格好悪いんであんまりおすすめはしないです、はい、まあ、でも結構お子さん乗せたりだとか、うん、はい、あとチャイルドシートつけてっていう方は結構多かったですね。メカニック時代もいいな意外に買おうとしませんか。大丈夫ですか。あとじゃあ念のためトランクも一応、はい、見てみたいと思います。はい、上から下に開く、はい、下に開くタイプですね。でちょっと入庫直後まだ仕上げがこれからの車ですね、はい、なんで、はい、若干ちょっとクリーニングが足りない感じですけど、はい、はい、これからピカピカにしますんで、はい、で後ろからも一応シート倒せるんですよね。そうですね、はい、でトランクスルーにもなるんでなる、はい、うん、割と詰めるっていう、うん、はい、そして
その屋根のこの部分も若干上げられるんですよね、こうクローズした時にね、はい、まあ、閉めた後であればこれももうちょっと上げられる、後でやってみましょう、はい、よいしょ、こんな感じでしょうか、はい、はい、で続けてボンネットをちょっと見てみたいと思います。で一応エンジンルームに関してはフルノーマル、フルノーマル、そうですね、はい、192でしたっけ、3でしたっけ、192馬力、2馬力、はい、はい、リッターの192なんで結構パンチのある走りをするんですよね、クーパー S でも、はい、でまあ本当にいろんなカスタムのパーツずつ出てるん で、ね、まあ、インテークとか、はい、点火系とか、はい、まあ、あとターバーとか、はい、この辺は次オーナーさんになられる方がこうお好みでカスタムできる、はいはい、言っていただければ余地を残しておいたら、はい、そうです、はい、あえて残してる感じです、そうです、はい、ちょっとマフラーの音聞いてみたいと思います、お願いします、ありがとうございます。で今回のこちらのお車は、一応レムスのマフラー、レムス製のマフラーではあるんですけど、アムゼックスの仕様になってるんで、リモコンで開け閉めだったりとかっていうのはついてません、はい、なんで基本的にバルブの音はこちらの固定になります。で続いてちょっと屋根の開け閉めも見てみたいと思います、はい、閉めます、お願いします。いいっすね、最高です。一応 F 型からですよね、このユニオンジャック柄の、そうですね、屋根になったのは、はい、閉めても本当にかっこいいというか、こうミニらしさをこう強調できる感じじゃないですか。でましてはこの車、はい、あの後期型のユニオンジャックのテールレンズしてますからね、なるほど、ユニオンジャックつながりで、はい、ユニオンジャックつながりで、はい、後ろから見ても上から見ても、はいはい、であとミニのいいところはこれサンルーフみたいにもできるんですよね。そうです、そうです、はい、だからこう2アクションで全開になるので、はい、まあ、前回はなっていう人にとっては、まあ、サンルーフというより何ていうんですか、キャンバストップ的な、そうですね、ところで止めて乗ることもできるんですよね。ちょっとやってみましょう、はい、これですよね、はい、ミニの特徴の、はい、ですね、骨組み残したまんままずこのソフトトップが折りたたむんで、うん、まあ、これで止めても使えると、はい、いいですよねこれ。いきなりこうバコーンって開いていかない感じが、はい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 、まずここで、はい、なんでもうサンルーフ代わりに使いたい方は、まあ、こう止めて使ってもらって、そうですね、はい、で次もう次のアクションで開くと、開くのも早くなりましたよね、うん、いやいいっすね、ちょっとこれで都内を走り回りたいです。そうですね、はい、気持ちいい、ちょうど今の時期気持ちいい ね、 うね、はい、もうそんなに年間通してこんなフルオープンにするタイミングなんてそんなに多分ないんだろうけど、はいはいはい、でも開けた時の開放感はサンルーフとかの日じゃないですかね、そうですね、はい、もう欲しい月村さんはご制約になっちゃうかもしれないいやこれはでも僕も持っときたいですよ、はい、コンバーチこれアンテナもいいんですよね。そうだね、はい、後ろじゃなくて前じゃないですか、うん、はい、ちょっと可愛い感じで最初からショートアンテナなんですよ。あ、じゃあ後ろのちょっと便利機能を見てみたいと思います。はい、じゃあさっき開けるとこやってみる。あ、大丈夫ですよ、はい、お後ろがちょっとだけ便利機能がついてるんですよ ね、 そうですね、はい、こう開けてからコロを閉じた状態であれば、まあこれは、まあ、手動ですけどね、レバー上げれば少しだけ上げられるスペースを、はい、はい、だから本当にちょっと開口部はどうしてもちっちゃいんで、うん、はい、なんか大きいのを積みたいときは、はい、中が深いんでね、はい、上げれば少しいけるっていう、はい、出し入れがしやすくなるという、はい、意外にこれで結構使えますよね、はい、いいですねこれ。ちょっと入ってないか、これ立てとくこともできるんですよね、うん、そうそうそう、解剖でよいしょ、こういったよいしょ、いいいいな、はい、いいっすよ、ね、本当に、うん、僕本当に前期型今買いだと思うんですよね、うん、はい、
メニーって本当変わんないじゃないですか、前期後期があんまり。そうですね、はい、もうそれこそ先代モデルで唯一ちょっとバンパーの衣装が変わったりしたんですけど、うん、基本的にあんまり大きくは変えてこないじゃないですか、うん、メルセデスとかだともうライトの形とか結構ガラッと変えちゃうんで、ね、うん、ちょっとこう前期後期でこう古さが出ちゃったりとかってあるんですけど、うん、メニーってそれあんまりないですよね、はい、だから本当に前期型今買いだと思います、はい、いいなカスタム総額多分100万円は確実に超えてますからね。タイヤホイール、マフラー、はいはい、ステアリング、スピーカーだけでね、はい、200、後からやろうと思えば本当に200まではいかないにしても、はい、いきますからね。めちゃくちゃお買い得です、はいはい、いいんじゃないでしょうか、はい、まあ、ホイールは好みがあるんでね。そうですね、ちょっと癖強めのデザインですからね、はいはい、ただまあこれでっていう方ではもうこのまま全然いいし、はいはい、ちょっとなっていう方はこれで、はい、これをこう売却して、はい、それを下にして、そうですね、代替すれば、はい、まあ、出たての頃はちょっとタイヤホイールも、うん、あの合うものが少ないなんて言われたんですけど、うん、今結構揃ってますからね、はい、まあ、あとは単造ホイールで自分のオーダーメイドで作ってもいいですし、うん、はい、まあ、足元メイクはこれからやり替えることも十分できるかなと、まあ、これにはこれは悪くないような気はしますけどね、はいはい、うん、僕のちょっとこの車のコンディションの良さが分かるっていうちょっと箇所をちょっと1箇所ご紹介させていただきたいと思います。このヘッドライトでございます。多分いろんな多分中古車見ていただければお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、このヘッドライト、このポリカが結構ダメになっちゃうんですよね、うん、でちょっと細かくひび割れてきちゃったりとか、トップコートが剥がれちゃってたりとかっていうのは結構多いんですけど、こちらの車に関してはもう保管状況もバッチリだったんで、もうピカピカのヘッドライトのままっていう。そうですね、はい、はい、もう本当にコンディションがいい一台です、はい、で月村さん、毎回聞いてるんですけど、この車もし触るとすればどんなところを触りましょう。はい、まあ、このまま乗っていただいてもいいんですけどね。そうですね、まあ、せっかくもうかなり手入ってますからね、うん、はい、でもせっかくこうパチンとホイール履いて、はい、車高も程よく下がってるんで、はい、まあ、フロントにリップつけたりとかいうあたりが、はいはい、まあ、ごついエアロつけるよりは、そうですね、さらっとリップつけるぐらいが、はい、結構僕ミニのメカニック時代言われたのは、ミニ特にここが一番出ちゃってるんで、うん、少しバランスが悪く見えちゃうんですよね、うん、車の、はい、なんでもう一つこうリップでこれを引っ込めたように見えるというか、そうです、ね、リップを一番出してあげると結構バランスよく見えるっていう、うんうん、はい、まあ、本当にアフターパーツいろいろ出てますからね。そうですね、はいはい、好みに合わせていろんなものがやっていけるかなっていう、はい、いいんじゃないですかね。そのあたりでさらっとしていただくと、はい、こうトータル的にいじった感が、あ、そうですね、はいはい、これだと、はい、そうそう、あの私がこう、まあ、自分の車もちょっとカスタムさせてもらってるんですけど、はい、これインサート入れときますよ、はいはい、ツッキーの車ってこの辺に入れときますよ、はい、あの大事にしてるのはどの角度から見てもこう、まあ、ちょっといじってあるんだなっていうのが分かる、あ、っていうのはあのずっと、まあ、何台か乗り継いできてる中で一番こう大事にしてる部分でもあるんですよ。なので、まあ、一応これ真正面から見ると、まあ、車高下がってるんで、まあ下がってるように見えるけど、こういじってる感がこう、はい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 、あんまりないので、はいはい、こうどの角度から見、はい、後ろから見ると、はい、横から見ればもうホイール見えるし、後ろから見るとこうテールとマフラーが見える、そうそうそう、はい、ただ前から見た時に、はい、もう一手間あると、あ、なるほど、こうバランスよくいじってあるんだなっていうのが、はい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 、なるほど、俺そういうのをちょっといつもイメージしながらいじってたんですよ、はいはいはい、なのでこの車ちょっと前から見た時は弱いかなと、あ、 なるほど、なのでまあお好みですけどね、はい、ちょっとリップつけたいなっていう、もう一アクセントあった方が、うん、そうするとどのバランスがよく見えるかなっていう、前横後ろどっから見てもちょっとやってるなっていうのがこう、はい、っていうのがおすすめです。はい、はい、おすすめだそうです。はい、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ裏よりミニコンバーチブルクーパー S をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。